初代、ヨーク金ネ初代ノーフォーク公、リチャード・オブ・シュルーズベリーは、イングランド王エドワード4世とエリザベス・ウッドビルの、次男である。シュルーズベリーで生まれたことからこの名で呼ばれる。リチャードの兄弟姉妹には、姉、エリザベス、メアリー、セシリー、マーガレットと、兄エドワード5世、弟ジョージと、妹アン、キャサリン、ブリジットがいる。1474年5月にリチャードは、 ヨーク公に、翌年5月15日に、ガーター・騎士団ナイトに助せられる。1478年1月15日、4歳の時にリチャードは、当時5歳のノーフォーク上伯アンド・モーブレート・ウェストミンスター宮殿で結婚した。ノーフォーク公はすでに死去していたため、リチャードは1481年に、ノーフォーク公にも助せられた。1483年4月9日に、 不王エドワード4世が死去したため、兄の王太子エドワードが国王になり、自動的にリチャードも推定相続人になった。だが、これは長くは続かなかった。バース・アンド・ウェルズ死去のローバート・スティリントンが、エドワード4世が1461年時点で、エレノ・アタルボットと秘密裏に結婚していたという証拠を提出したのである。 エドワードが1464年にエリザベスウッドビルと結婚したとき、タルボットはまだ存命であり、結婚の法的効力は失われていなかった。この事実を受けて、エドワード4世の弟で摂政のグロスター校、リチャードは、エドワード4世とエリザベスウッドビルの結婚は、無効であり、両者から生まれた子供は、非政治であると結論付けた。 これが理由で1483年6月25日、リチャードは兄のエドワードともども多い継承権を剥奪された。グロスター公はリチャード3世として即位した。ヨーク公は即位したリチャード3世によって1483年の中頃にロンドン島に送られた。その後、リチャードと兄エドワードの身に何が起こったのかは不明であり。 多くの推測が行われている。1490年代に入って、パーキン・ウォーベックという男が、自分がヨーク、よーくこうリチャードであると名乗ったが、それは詐称であった。1674年に、ロンドン島で発見された二つの骸骨のうち、小さい方は、リチャードのものだったかもしれないが、確たる証拠はない。しかし、この二人分の遺骨は1678年に、 ウェストミンスター寺院に埋葬された。ありがとうございます。